5人が再び集結音楽の日2024でキングプリンスとナンバーアンダーライン愛が見せる奇跡の瞬間、涙と感動の嵐。音楽の日2024で明かされるキングプリンスとナンバーアンダーライン愛の秘密の共演計画。音楽業界における今年の夏、特に注目されるイベントの一つは、7月13日に放送される TBS 系特番、音楽の日2024です。 この番組は2011年に発生した東日本大震災を契機に音楽の力で日本を元気にという願いを込めて始まりました。今年で14回目の放送を迎えるこの番組には多くの視聴者が期待を寄せています。そして今年の音楽の日で最も話題になっているのがキングプリンスとナンバーアンダーライン愛の初共演です。昨年の音楽の日では 異なる事務所のアーティストたちが垣根を越えて共演し、ダンスコラボレーションが大きな話題となりました。今年のテーマは、ホープ音楽の力。アーティストたちが日本に希望を与えてくれた楽曲を披露し、被災地や全国の人々に向けてメッセージを送る予定です。このテーマに基づき、視聴者は今年も心をんま丸パフォーマンスに期待を寄せています。今回の発表で特に注目されているのは、 第2弾として発表された26組のアーティストの中に、キングプリンスとナンバーアンダーラインアイの名前が含まれていることです。キングプリンスは、昨年5月にメンバーが5人体制から2人体制に変わりました。一方、脱退した3人のメンバー、平野翔、神宮寺優太、岩優太、は新たにナンバーアンダーラインアイとして活動を始めました。 この二つのグループが同じ番組に出演するのは初めてのことです。このニュースはファンの間で大きな話題となりました。SNS やインターネット上では様々な意見や感情が飛び交っています。一部のファンは再び一緒にステージに立つ姿を見られることに感動し、涙を流して喜ぶ声もあります。他のファンはそれぞれのグループが独自の道を歩んでいることを尊重し、 共演に対して複雑な感情を抱いています。特に注目すべきは、この共演が単なる偶然の一致ではなく、番組制作側の意図的な計画によるものである可能性です。音楽の日のような大規模な音楽番組では、視聴率を上げるために戦略的な出演者の組み合わせが重要です。キングプリンスとナンバーアンダーライン愛の初共演は、その一環として計画されたものかもしれません。 このような戦略は視聴者の関心を引き番組全体の成功につながることでしょう。また今回の共演が持つ象徴的な意味も見逃せません。キングプリンスのメンバーが別々の道を歩み始めたことは多くのファンにとってショックでした。しかし彼らが再び同じ舞台に立つことでファン同士の絆が深まり新たな感動が生まれる可能性があります。これは 音楽の力がもたらすポジティブな影響の一つです。さらに、今年の音楽の日では、特別企画も予定されています。昨年のダンスコラボのように、今年も視聴者を驚かせるパフォーマンスが期待されています。例えば、キングプリンスとナンバーアンダーライン・アイが同じステージで共演する可能性や、他のアーティストとのコラボレーションが考えられます。このような企画は、番組の魅力を高め、 視聴者にとって忘れられない思い出となるでしょう。一方で、ファンの中には、この共演に対して複雑な感情を抱く人もいます。特に、キングプリンスの5人が別々の道を歩むことになった背景には、様々な憶測や誤解が絡んでいます。そのため、今回の共演がどのような形で行われるのか、そしてそれがファンにどのような影響を与えるのかが注目されます。例えば、 キングプリンスのファンの中には、5人が再び一緒にパフォーマンスをする姿を見たいという強い願いを持つ人もいます。彼らにとって、この共演は一つの夢の実現となるでしょう。しかし、現実には、彼らが完全に同じステージに立つことは難しいかもしれません。それでも、同じ番組に出演することで、お互いに声を掛け合う姿を見られるだけでも、 多くのファンにとっては感動的な瞬間となるはずです。また、今回の共演がもたらす影響は音楽業界全体にも広がる可能性があります。キングプリンスとナンバーアンダーライン愛の共演は他のアーティストやグループにも影響を与え、新たなコラボレーションの機会を生み出すかもしれません。このような動きは音楽業界全体の活性化につながり、さらなる発展を促すでしょう。さらに、 今回の音楽の日では特別企画として昨年のダンスコラボのような感動的なパフォーマンスが期待されています。例えば、キングプリンスとナンバーアンダーライン愛が一緒にパフォーマンスをする可能性や他のアーティストとのコラボレーションが考えられます。このような企画は視聴者にとって忘れられない思い出となるでしょう。最後に今回の音楽の日。 におけるキングプリンスとナンバーアンダーラインアイの初共演が持つ意味を考えると、それは単なる音楽番組の一部にとどまらず、ファンや視聴者にとって深い感動と希望を与える出来事となるでしょう。音楽の力は、人々の心をつなぎ、希望を与える力があります。今回の共演が、その一端を担うことになるのは間違いありません。このように、今年の音楽の日2024は、 多くの期待と感動を呼び起こすイベントとなるでしょう。キングプリンスとナンバーアンダーライン愛の初共演がどのような形で行われるのか、そしてそれが視聴者にどのような影響を与えるのか、今から待ち遠しいです。この特別な日のために、視聴者はテレビの前でその瞬間を見逃さないように準備をしていることでしょう。そして、その瞬間が訪れた時、 音楽の力がどれほど大きな影響を持つのかを再確認することになるでしょう。音楽は時に言葉以上の力を持ち、人々の心に深く響きます。今回の音楽の日もまた、その力を証明する特別な一日となるでしょう。視聴者一人一人が、それぞれの思いを胸に、心待ちにしているこの日が、感動と喜びに満ちたものとなることを願っています。また、 今回の共演がもたらす影響は音楽業界全体にも広がるでしょう。キングプリンスとナンバーアンダーライン愛の共演は他のアーティストやグループにも新たなコラボレーションの機会を生み出すかもしれません。このような動きは音楽業界全体の活性化につながり、さらなる発展を促すでしょう。さらに今回の音楽の日では特別企画として 昨年のダンスコラボのような感動的なパフォーマンスが期待されています。例えば、キングプリンスとナンバーアンダーライン愛が一緒にパフォーマンスをする可能性や、他のアーティストとのコラボレーションが考えられます。このような企画は、視聴者にとって忘れられない思い出となるでしょう。最後に、今回の音楽の日におけるキングプリンスとナンバーアンダーライン愛の初共演が持つ意味を考えると、 それは単なる音楽番組の一部にとどまらず、ファンや視聴者にとって深い感動と希望を与える出来事となるでしょう。音楽の力は、人々の心をつなぎ、希望を与える力があります。今回の共演が、その一端を担うこと。このように、今年の音楽の日2024は、多くの期待と感動を呼び起こすイベントとなるでしょう。 キングプリンスとナンバーアンダーラインアイの初共演がどのような形で行われるのか、そしてそれが視聴者にどのような影響を与えるのか、今から待ち遠しいです。この特別な日のために、視聴者はテレビの前でその瞬間を見逃さないように準備をしていることでしょう。そして、その瞬間が訪れた時、音楽の力がどれほど大きな影響を持つのかを再確認することになるでしょう。 音楽は時に言葉以上の力を持ち、人々の心に深く響きます。今回の音楽の日もまた、その力を証明する特別な一日となるでしょう。視聴者一人一人が、それぞれの思いを胸に、心待ちにしているこの日が、感動と喜びに満ちたものとなることを願っています。